53番不等速円運動の問題です。1番は糸 B によって物体が静止しています、静止し続けています。これは釣り合いの式を作る問題です。受ける力は重力、糸 B による張力、糸 A による張力の3つです。座標を水平方向に置きましょう。そうすると S1 が分解されます。ここがシータ、ここシータですね。 S1、コサインシータと S1 サインシータに分かれます。S1 サインシータと T が等しい、それから S1 コサインシータと MG が等しいという式ができます。 Y 方向の釣り合いから S1 コサインシータは MG、ゆえに S1 はコサインシータ分の MG となります。 X 方向は T が未知数ですから使いませんでした。2番です。2番は糸 B を切りました。そうするとその瞬間止まってるんですが、止まり続けはしません。円運動の始まりです。したがって B を切った瞬間からは円運動、物体は円運動を始めています。円運動を解いていきましょう。円運動を解くには中心向きに、こうですね、中心向きに X 軸を取ります。中心向きに加速度を R 分の V 次乗、ここは L 分の V 次乗ですね。それから物体が受ける力を書いていきましょう。重力と張力です。この張力が S2 になっています。先ほどとは違います。力以上です。中心向きを向いていないのは MG ですので、 MG を2つに分けましょう。 X 成分と Y 成分、ここシータですから、ここがシータになります。 MG コサインシータと、こちらが MG サインシータです。中心向きに運動方程式を作りましょう。 M は物体の質量、加速度が L 分の V 次乗イコール S2 マイナス MG コサインシータです。さてこの場所、糸が B が切れた瞬間ですから、まだ V は0です。この V が0です。したがって M かける L 分の0の2乗、左辺が0になります。ゆえに張力は MG コサインシータになります。先ほどと違いますね。3番です。重りが最下点を通過する瞬間の張力、最下点というのは、今度は V が、ここでは V が出てきます。V があります。この V はどうやって求めるかっていうと、不等速円運動はここが速さが0、ここが速さが V'。この間はエネルギー保存則を使いましょう。ここを基準にしましょうか。高さ0の点です。この位置にいる時の物体のエネルギーは、運動エネルギーが0、位置エネルギーが0です。ここにいるときですね、この距離が L で、ここまでが L コサインシータですから、ここの距離は L かっこ1引くコサインシータになります。これだけ基準よりも下になります。運動エネルギーは2分の 1MV' の2乗、位置エネルギーはマイナス MG、この距離が L の1引くコサインシータです。ここから V' の2乗は M が消えて2倍の GL1 引くコサインシータとなります。一番下ですね、ここにもう一回絵を描きましょう。一番下にいる時の速さが、これが V' です。中心です。中心向きに X 軸。中心向きに X 軸、中心向きに加速度を A イコール、
L 分の V ダッシュの2乗。力を書き込むと MG から S3 となります。運動方程式を作ります。質量が M。加速度が L 分の V ダッシュ2乗ですから、これを L で割ると2G1 マイナスコサインシータイコール F は中心向きプラス方向が S3 マイナス方向が MG です。これを解くと S3 は MG の3マイナス2コサインシータになります。